龍こそマサヤビンテージでございます。はい、今日はですね、時間もないのでちょっと簡単に過去にもね投稿したことがあるんですけども、タクロウさんの、まあ、ほぼ弾き語りの曲で、一つの出来事っていう曲があるんですね。アルバムでは明日に向かって走れに入っている短い曲なんですけども、アコギのね音色がすごく綺麗で大好きな曲の一つなんですけども、なんか急に歌いたくなったんでそれを皆さんに共有するのもなんなんですけども、ご存知の方がいたら、あ、そんな感じの曲あったなということで思い出していただければいいかなと思いますので、よろしくお願いします。一つの出来事。テイク1で終わりましたけど、ちょっと失敗したところがねありましたね。まあこれ完コピじゃなくて、当時はねほぼ完コピだったんですけども、忘れちゃったところがあってですね、これ不規則なアルペジオなんで、普通にこの陽水さんみたいにこんなやったらもう忘れへんけどね、この不規則なアルペジオっていうのは なかなかね難しいんですよね、覚えるのが。はい、ということで雰囲気だけでも分かっていただけたらありがたいなというところではございますが、はい、今日は短い曲でしたけども、また普通の弾き語りでお会いしたいと思います。ありがとうございました。